宮川明は、日本の厚生労働官僚。厚生労働省大臣官房総括審議官や、厚生労働省雇用環境、近等局長、厚生労働審議官等を歴任した。東京都出身。1983年東京大学法学部、卒業、労働省入省。1994年労働省職業安定局、雇用政策課課長補佐。 1995年労働省職業能力開発局能力開発課課長補佐1997年労働省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官1998年内閣官房中央省庁等改革推進本部事務局企画官2000年労働省労働基準局監督課企画官 2001年厚生労働省大臣官房総務課、企画官2002年厚生労働省職業安定局、民間受給調整課長。2004年厚生労働省、働け症職業安定局受給調整事業課長。同年厚生労働省職業安定局高齢、障害者雇用対策部企画課長。2014年厚生労働省職業、能力開発局長。 2016年厚生労働省大臣官房総括審議官。2017年厚生労働省雇用環境均等局長。2018年から厚生労働審議官を務め、パリで行われた G7 労働省会合に出席するなどした。2019年に胃がん体感後キャリア権推進ネットワーク幹事。厚生労働省が 幹部人事を発表、7月11日発令東京市下、保険に協会、意欲と能力のある限り働ける社会を目指して、東京リーガルマインド、厚労省幹部人事、厚労審議官に、宮川市日韓工業新聞2018年7月26日5時、官僚の夏、人事の夏、新しい、霞ヶ関の顔丸と、 早わかり日刊工業新聞二千十八年八月五日、厚労時間に、鈴木氏二千十八年七月二十五日府日本、経済新聞長官 AI 発展、能力の獲得支援を二千十九年六月8日9時四十分、共同通信、厚労省官房長、事実上の広角統計不正問題対応を受け、日本経済新聞二千十九年七月二日十二時三十八分、 ありがとうございます。